ございますけど、ゆっこちゃん、どうですか、こういう男性、先週はタチ君と降りてきたのね、こういうタイプの男性いかがですか。そうですね、やっぱり素敵ですし、やっぱり歌手としてすごい大先輩と一緒で、もう緊張しましたけども、はい、随分褒め言葉を覚えましたね、はい、結果どうなんですか。さて、皆さんちょっとゴロゴロになってください。これですね、ゆきこちゃんが書いたんです。サイなんかにもよく自分の似顔絵を書くらしいんですけども、郁恵ちゃんね、さっきの町明さん、うん、なるほどね、は似てるじゃないですか。あ、ね、そうじゃねえ、はい、ちょっとちょっと今日さ、細川君、大先輩の細川君の顔をあなたはちょっとここで書いてくれませんかね、ゆきこちゃん、ちょっとある。で、細川君は代わりに、うまくいかないと思うけど、ゆきこちゃんの顔を描いてはい、それではいいですか、お互いに顔をよく見て、せーの、はじめはい、ねえ、ゆきこちゃん、はい、細川君みたいな顔は描きやすいタイプですか。そうです、でも男の人の顔って難しいですね、やっぱり。難しいの。いくつぐらいの時から絵始めたの。喋りながらごめんなさいね、はい、小さい時から絵は好きだったんですけども、絵を習い出したのは小学校の4年生の時に。あ、そうです、はい、たまに向こう見て描いた方がいいんじゃないですか、はいね、これ苦手なんだよね、細川君。なんせ出た学校は学校なもんですから、真っ赤りですからね今一歩なんだ。じゃあ絵の先生があんまり良くなかったもうこれはびっくりしちゃうダメだこれ。できたよ、細川くん早いね。ちょっと見ないでね。いや、作品の質は別として早く描けましたよ。はいはい、はい、ああ、やっぱりね、ゆっこちゃんの丁寧だわ。はい、どうしよう。はい、ゆっこちゃん、いや、そろそろ、はい、はい、じゃあせーので見せてください。はい、いいですか、せーの、じゃあ、はい細川くん、素晴らしいでしょ。すごいですね、これは。何ですか。私は山田パンダくんを描いたのかと思いましたあ、そう、細川くんのやっぱり綺麗に描けてるね、素敵。なんか特徴掴んであるって感じですね。ここサインしててください、私もらって帰りますから。はい、そうですか、はい、それでは歌の準備をお二人どうぞ。そうですか、はい、ありがとうございました。はい、細川くんもじゃあよろしくお願いします。はい、では今週の第10位です恋始めまして、岡田由紀子ちゃん、そして今週第9位、なにわ節で人生は細川たかしさんです。
ひとり